こんにちは、ベンマックス TV のベンマックスです。私が16520を購入したいきさつについて、まあ、簡単にご説明したいと思います。私はですね、S 銀版ぐらいの時、1993年か4年ぐらいの時にですね、時計ビギンという雑誌を読みまして、それでですね、まずエクスプローラー1がいいなと思いまして、エクスプローラー1を当時22万8000円で買ったわけですね。でシングルロックのトリチウム文字盤で、出国 の、まあ、ギャランティーを見ましたら010とありまして、まあ、スイスから出た、しかもブッフェラー・ルッツェルンテンと書いてありました。それを購入しまして、やっぱりデイトナがかっこいいなと思っていました。でどうしてもやっぱりですね、欲しいなと思っていたんですが、やはり、かなり値段が張りまして、プレミアム値段ですので、正規の値段で手に入らないかと、高島屋さんとかですね、総合さんにお願いしたんですが、まあ、順番も待たせてもらえなくてですね、まあ、外商さんがですね、多分乗客に売りに行ったんだと思います。まあ、なかなか、このスポロレのですね16520は作られないということでですね、品薄で、もう全然店頭に並んだことはないという時計です。まあ、そういう時計をね、並行輸入店から、まあ、買おうと思いまして、何年頃だったかな、2002年頃に私は、家内に、ね、頼む、買ってくれと、まあ、すごくお願いしたわけですね。で、まあ、じゃあ、本当はですね、チュードルのクロノタイムで買うって言ったんですが、どうせあなたまたデイトナが欲しいっつって買い直すんでしょって言われました。で私ははいって言いました。そしたらやはりデイトナを最初から買った方がいいんじゃないかということで、デイトナを、まあ、買わせてもらえたんですけれども、値段がですね97万円したんですね、中古で。でそれがですね、X 品番の1993年のギャランティーになってまして、オーバーホールのですね、それには半券がついてまして、裏にこのデイトナは、この、時計は日本ロレックスでオーバーホール半額特典がありますと、まあ、ハンコが押されていたわけですね。それが本当はね、それが本当に欲しくてですね、並行輸入のお店に、問い合わせたらですね、あるよということで飛びついたわけです。でまあ親はありがたいものでですね、まあ、97万円を貸してくれてですね、無金利で、ローンを返していったわけです。まあそういういきさつでここに、16520のデイトナがあるわけです。まあそんなことで、私がデイトナを手にできる、話でした。今ではね、このシングルロックなんで裏がですね、シングルロックのモデルでですね、X 品番で、今ついてないんですけれども、文字盤がですね、トリチウムの文字盤、これがですね、ちょっと押し入れの中に眠ってまして、で逆ロックなんですね、この、12時のサークルのここの6のところがですね、逆さの9っていう風になってるんですね。で、トリチウム文字盤でですね、まあ、そこそこ貴重な、個体になるわけです。で、だいたいこれがですね、買取価格が今のところ300万前後ということで、そういうことになっております。だから売るときは多分400万か500万か、その辺ちょっとわからないですけれども、その値段ぐらいで売るんじゃないかと思います。まあ、クロノスだったかな。その世界でこう売ってるアプリがあるんですけれども、
R 品番のですね、この多機メーターが200メートルから切られているやつがあるんですけれども、それなんかはですね、900万とか、あと、ここに225って書いてある、L 品番の1年しか作られなかった多機メーターの仕様のモデルがですね、907万っていう値段がついててですね、私はすごいびっくりしてるわけなんですけれども、一回上野の S さん並行輸入、ショップの S10 さんが私にですね P 品番のデートナーを買わないかと、それいくらですかって言ったらですね、270万円ですと言ったんですね。その時ちょっとお金があったんで買っとけばよかったと思うんですけれども、まあ家族がですねそう許さなくてですね、そんなにね上がるとは思わなかったんで、 P 品番も結構な値段なんですよ今。そんな経緯があります。これもかかってね本当に良かったと思ってます。もうこれね、私もこれなくしたらもうこのデートナー買えませんはっきり言って、そんな存在になってしまいましたので、この間 YouTube のですね YouTuber の方で、時計を買いに行くっていう、中野のジャックロードで時計を買いに行った、動画を見たんですけれども、116500LN の白文字版、これが新品で298万って売られてましたね。でその人買ってました。もうそのお札のね分厚さ見るとね、そんなに払わなきゃいけないのかっていうふうにやっぱり感じちゃうわけですよね。ねえ、ロレックでもねそんなにね思ったほどそんなにこうしっかりできてるっていう感じはしないですね。ケースの素材とかね、そういうのはねすごくいいと思います。このインナーサークルのですねこの、ドットじゃなくてこのインデックスバーですか、これなんかもねキラキラしていて、何の素材使ってんだかちょっと分かんないんですけれども、とにかくキラキラしてますね。それから、その作りがねやっぱりここら辺のフラッシュフィットなんか中空洞なんでね、そんな高いものなのかなと思っちゃうんですけれども、これ500万で買って満足する人いるのかなとか思ったりするんですけれども、やっぱり50万円の時計だよなって思ってみると思います。私のちょっと主観で今話しましたけれども、そんなような時計です。これだったらね GMT マスターとかね iPhone ディープシーとかの方がねがっちりしてて、いいんじゃないかなとは思うんですけれどもね。やっぱりキングオブクロノグラフですね。そうですね。じゃあこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンを押していただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。